ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと読んで大丈夫なので、ディアブロがありました。うちメイタでディアブロ、うちメイタの見せて。あ、もうね。あ、でも10時半ね、ラストオーダーだからちょうどいいですね。これアイヘルが持ってますから。ありがとうございます。一通り言っときますね。サンクトギビングデーだから、サンクスギビングデーとかけてます。とあとサンクトガーレ、ここ大事なんですけど、大事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 大まあ、今クラフトビールっていうね言い方をしてブームにもなってますけど、でもうちがとてもお世話になってます。もう本当にあそこがなかったらうちこんな売り上げ立てられてないなっていうぐらいですね、とてもお世話になっておりまして、でそれで去年もそうですけど今年も、お世話になったなっていう個人的な思いもあり、こういった形でサンクトリビングデーというのをやらさせていただきました。皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。今回出させていただいているのが今ちょうどうちのカルタディアブロとアーヘル、これまあバーレーワインという部類の一個に、なりますけども、本来でいうとディアブロ、あ、バーレーワインですね、はイギリスで発祥してます。でイギリスでは、いわゆるそのワインの原材料のブドウが栽培できないので、小麦を使って麦を使って大麦か麦を使ってワインができないか、まあ、いわゆるフランスとかそちらの対抗意識ですよね。でそれで作られたものが、バーレーワインになります。通常ワイン、ビールというのは熟成というのはできないんですけど、これに関してはバーレーワインに関しては熟成ができるので、2年3年経っても、まあ、美味しく飲めるというか、熟成されてとても美味しく飲めるというのが、今回の、麦のワインといわれるバーレーワインになります。ちなみにアイヘルの小麦のワインに関して言うと、実はアメリカ発祥という話なんですけど、その辺はサンクトガーレのホームページを見ていただけるまた見ていただければと思います。まだアイヘル残ってます。あとチェイサーのペールエールも残ってますので、あと飲み放題日が30分あります。で30分ラストオーダーで、まあ、7分で11時ぐらいまでやってますので、皆さんよろしくお願いします。社長はいい人、はい、拍手。